はいどうもこんにちは沖縄おばばですはいえーみさんどうもこんにちはちょっと待ってくださいねえー、はいはい <laughs> ありゃーみけたんキャいイ,イですねキャワってしてますねみけたんがねはい <laughs> 薄め開けちゃってねあみけたんかわいいですねねはい皆さんどうもこんにちはキューっとなってますねみけたんねはい えー、皆さんどうもこんにちは。沖縄パパでございます。えっ、ー、とですね。まあ、これね、去年と同じ流れになってきました。はい、去年と同じ流れです。これで日本が米不足になって、どっからか輸入しようと思っても、世界全部でも米不足だということですね。これ Yahoo ー,ースさんでございます。今回も私は、あきちんとね、 ソースを提示して皆さんにお伝えしております。はい。えー、それが私のね、あれなんで、あの、唯一のね、えー、何て言うのかな。はあ、まあ、わかりますよね。できることなんで。はい。えー、ソースをきちんと提示しております。これも Yahoo ースさんからです。えー、インドで熱波が続いております。はい。インドで熱波が続いております。これがどういうふうに関係してくるのか。 まあ、おそらくね、ピンと来てる人もいると思います。去年ね。はい、去年の話です。去年、このインドの熱波で何が起こったか。はい。インド政府がお米を、お小麦もね、小麦とお米を輸出禁止にしました。はい。小麦とお米を輸出禁止にしました。 これによって世界中でね、えー、これ、見てる方、あのー、まあ、あまあ、N サバさんなんかも報道してましたよね。えー、いわゆるお米がね、えー、いわゆる西側諸国のね、他の、えー、まあ、スーパーから、はい、消えていったというお話です。で、えー、まあね、えー、価格が、 価格がね、2倍、3倍にぐんぐんとなっていったという、まあ、ニュース、まあ、記憶に新しいと思いますよ、これ、去年のことなんで。ほぼほぼ去年と同じような感じになってきましたね。えー、はい、インドで熱波が襲っております。ということはですね、タイなんかもうだめでしょうね。 はい、タイ米なんかも。はい、去年もこういうパターンでした。はい、タイでも結局、あのー、ライスですね。はい、えー、お米の輸出禁止です。タイでもね。えー、輸出制限ですね。まあ、ある種類のお米は絶対に国内に確保で、まあ、輸出していいお米を制限したということです。 今までみたいに無制限にね、輸出しませんよということをやりましたよ、去年。覚えていらっしゃる方、結構多いと思いますけどね。で、えー、これからどうなるか。確実に、日本もお米もなくなってますんでね。はい。お米、日本でももうなくなってるんですよ、これが。はい。で、今年ですね、 えー、もうあの数回言ってるんですけど、えー、まあ,あ聞いてらっしゃる方はちょっと我慢して聞いてくださいね申し訳ございません、えー、何をね言っているかっていうとまあ日本のお米ですね、えー、減ります今年はものすごく収穫量減りますどうしてかというと去年ね、えー、お米の価格がね、えー、まあ二等米の価格で引き取っても 引き取るしかなかったようなところがたくさん出てきてしまったんで、はい、一等前の価格で、えー、引き取ってくれなかったんですよ。お米の買い取り価格がものすごく低くなって、えー、どこでも赤が出ちゃったんですね、農家さん。はい、えー、それでなくてもお米って買い取り価格が低いんで、10ヘクタール以上ね、はい、田んぼを持ってないと利益が出ないように。 今の制度。はい。えー、まあ、JA の買い取り価格ですよね。個人で、まあ、販売経路があってね、えー、まあ、いろいろ通販とかで売ってるところだったら、まあ、やるとは思います。こういったもののね、規制がないんでね。えー、お分かりになりますよね。なんで、えー、でもね、こういうのってね、えー、まあ、そんなに多くはないんですよ。だいたいお米の問屋さんとかね、JA とかが、あ 一括してねおこあの農家から買い取っていくっていうのがあ大体の何ていうのかなまあ,あなそういった仕組みになってるんですよね。なんで、えー、一部の例外の農家さんを除いてはかなりね、えー、経営厳しいんですよ。はいい経営厳しいんですでもって、えー、まあもう儲からないからね、えー、やめようと。 はい。麦に添削しようって言って、えー、お米作りをやめてる農家さんが多発してます。続発してます。はい。えー、これ、まあ、そのうち明らかになるでしょ。 新米が出る時期になったらねもう沖縄もう新米出ちゃってるんで、あれなんですけど、まあこれもね、沖縄のお米がね、えー、県外に流通するかっていうと、まあいろいろ問題があって、まあ流通しないんですよ。えー、ちなみにね、沖縄の特定の食べ物は、県外に流通してはいけないことになってます。はい。えー、まあこの辺も知ってる人は知ってますよね。あの、害虫が違うんで、 えー、内地の害虫と沖縄の害虫っていうのはちょっと違うんですよ。やっぱ亜熱帯なんでね。えー、なんでね、こういった害虫のこともあって、まあ,あ、持ち出せないものもたくさんあるんですね。はい。えー、なんでね、まあ結構ね、えー、ここら辺の事情は、厳しいもんがあるかなと思ってます。<laughs> はい、えー、今年はね、これ、あの、そういう感じで、まあ、お分かりになるとは思うんですけど、世界的に、まあ、米不足きますね。はい、米不足。まあ、あ主食が不足するということですよね。はい。まあ、相変わらずね、あの、和水さんとえけちゃんがね、はい、和水さんとえけちゃんが、ああ、まだやってるんで、 えー、こちら小麦の一大産地なんでね、えー、結構ねき,きついと思いますよヨーロッパもここの小麦つく使ってますからねはい、えー、でもねあの最近はヨーロッパもね、えー、おバカちゃんじゃなくて、えー、和水さんからね小麦は別って言って、えー、輸入たくさんしてるみたいですけどまあそりゃそうですよね、えー、食べ物ですからね <laughs> まあ本当あのー、一人一人がね備蓄していないと乗り切れなくなってきてます。はい。えー、これね、えー、冗談でも何でもないんですよ本当に。はい。えー、冗談でも何でもないんですね。えー、なんで皆さんね、えー、もうもうねこれあのー、心してかかりましょう。えー、まあ本当にあのー。 こういうことを言うのはあれなんですけど、来年の秋ぐらいまで、えー、大変ですよ。はい、世界中。来年の秋ぐらいまで、えー、多分ね、ガーのシーする人が、とってもガーシーさんですね。ガーシーさんする人が、あとってもね、えー、増えていくと思います。 えー、日本もね、えー、変な話なんですけども先進国って言えるような状況ではありませんわかりますよねあの朝の雑談で言ったようなお父ちゃんの、ねえー、件数これを考えるだけでわかると思います一生懸命やってるんですけどね中小の皆さんねそれでもお父ちゃんしちゃうような景気なんですよ なんでね、えー、これね、本当あのー、今のうちに備蓄しといてください。はい。今のうちに備蓄しといてください。よろしくお願いいたします。もう、それしかね、えー、まあ、自分を、自分で自分の身を守る方法はございません。で、えー、まあ、昨日ね、セカンドチャンネルで話したんですけど、人間関係の断捨離ですね。 人間関係の断捨離 N 子さん NO さんを生まないために、はい、N 子さん NO さんをね、えー、こう何て言うのかなあ作らないために人間関係の断捨離これはあ必要でございます。はいまあね、えー、人間っていうのは面白いっていうかねある時期ある時期に来たらね 過壇に決断するっていうことがね必要になってくる時期っていうのもあるんですよ今までそんなことがなくね過ごしてきた人たちでもそういう壁にね一度はぶち当たるようになってるんですねこれがはいこれが人間の人生の仕組みというものでございますでもってもしね N 子さん N 男さんが来たらあどうするか まあ、ピンポーンって言ってね「えー、なんか食べ物ない?」とか言ってきたら「あの都会にあると思ってるんですか?」って言いましょう「都市部にあると思ってるんですか?」って「食べ物ってどこで生産してるの?」ってそう言ってあげればわかると思います <laughs> もうそれしかありませんね追い返す方法は。なんで本当、えー、とね田舎に住んでる方も気をつけた方がいいです。 えー、これね戦時中にあったことなんですよ戦時中戦後食糧のない時に、えー、都市部の人がどこに行ったかはい戦後ですね食糧のない困難な時期にね都市部の人たちがどこに行ったか。 はい、みんな田舎に食料をもらいに行ってました。自分の家のね、洋服やら、何やらね、他の物資を持って、えー、物つ交換でね、えー、田舎に行ってね、どうぞ食料を分けてくださいって言ってね、頼み、頼んでね、食料を分けてもらってたんですよ。なんで、えー、田舎の方は注意した方がいいです。もうね、 あの、当たり前だのクラッカーで、えー、都市部には食、食べ物なんていうのがないっていうのは、多分ね、気がつくと思います。あの、すぐにね。そういうことなんで、まあ、田舎の方であればあるほど、うちは大丈夫って思わないで、はい。えー、まあ、戦後起こったことを考えれば、これ、確実にわかるんですよ。 戦後何が起こったか。はい。えー、都市部の人があ食料を求めて田舎に行きました。結構押しかけていったって言ってもいい,い,いぐらいだと思いますよ。だいたいろんな、ね、人たちがあー、ね、お金を工面してね、えーまあ、家にある骨董品やら、えー、綺麗な、ね、着物とかそういうものを、ねえー、持って田舎に行くんですよ。 でこれと、ねえー、お米と変えてくださいって言ってお願いして変えてもらうんですよ。はい、食料難の時ってそうなるんですよだって食料ってちょっと考えれば分かるんですけど都会じゃ作ってないですから。まあ都会で作ってるところもありますよ。はいえーまあ、東京の練馬区とかね、はいえー、神奈川県の,、ね、あの三浦とかね、はい、都会で作ってるところもあるんです。 けど大体において田舎で作ってるんで、えー、やっぱりね都市部に食べ物がなくなったらみんな田舎にいい食べ物を求めて買いに行きますよ。これあのー、ちょっと考えれば分かることです常識です。はい。なんでえー、田舎の方はね本当にセキュリティ、はいセキュリティをこれをね、えー、重視しないといけません。はいポツンと一軒家なんてねあららら。 でですすねね電池切れです、ねはい、ポツンと一軒家とかねあのセキュリティがすっごい甘いんで入られちゃいますよ泥棒さんにね、えー、なんで本当ね皆さん気をつけてまいりましょうもうね何て言うかあどん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 とおかしなことになっておきますねもう本当ね見てみけた。 見たんです、ねえー、まあ、そういうことなんでね、これ、私のおばあちゃんからも聞いてます。はい。私のおばあちゃんからも聞いてます。まあ、うちのね、おばあちゃんのところは、あまあ,あ、田舎だったんでね、食べ物だけはありました。はい。食べ物だけはありました。よくね、あのー、買いに来てたみたいですね。はい。買い,買いに来てたみたいです。 えー、そういうことなんでね、皆さん、あの、田舎に住んでらっしゃる方も、うちは田舎だから食べ物十分あるから大丈夫って思わないようにしましょう。はい、田舎の方ほど気をつけた方がいいです。はい、食べ物があるのは田舎ですから。そういうことなんですね。まあ、頑張りましょうね。えー、とりあえず備蓄です。とりあえず備蓄。まあ、大変なことになってきます。これから、世界中で。 日本だけででははないんですよ、はい、えー、それではね、えー、皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでしたで、えーえー、ちょっとね話があるんですけどえー、まあちょっとね、あのー、移民の話とかすっごい今出てるんですよ実はこれね、まあ、言おうか言おうかまあたまに言ってますけど移民の話もね えー、移民入れても無駄です。はい、無駄ですから。移民入れても無駄なんですよ。わかりますよね、理由は。はい、移民の方も4されますから。なんで無駄なんですよ。はい、えー、こう、ね、世界はどういう方向に向かっているか、これを予測することができれば、道を誤ることはありません。 世界がどういう風な方向に向かっているか、これを予測することができれば、道を誤ることはありません。はい。お分かりになりますよね。そういうことです。まあ、後でね、またちょっとメンバーさん配信したいと思います。まあ、いろいろと出てきてるんでね。えー、よろしくお願いいたします。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。 いね